南国料理人。南極のことをいつも南国と呼んでしまうロミオです。料理を題材にした映画で一番好きな作品は何かと聞かれたら南極料理人と答える。まあ聞かれたことはないし、聞かれたとしても南国料理人と言ってしまうかもしれない。油をひいた鍋でネギを中火で炒める。片面ずつ焦げ目がつくまでしっかり炒める。焦げ目ができたら水を入れて沸騰させる。南極を南国と呼んでしまって、ああ間違えたと人生で多分3回くらいは気づきがあったけど、その3回間違えたことも忘れてしまってまた間違える。豚肉を茹でてアクを取り除き味噌を溶く。これからもきっと南極のことを南国と言ってしまう気がする。僕はとっても愚かな人間だ。しょっぱ。味噌汁の味噌をしょっぱくしてしまうのは人生で何回目かはもう覚えていない。でも大丈夫、そういう時は水を足せばいいのだ。映画南極料理人に出てくる料理はどれもうまそうなのだが、その中でも豚汁とおにぎりのシーンが特別好きだ。鮭は片面2分ずつ中火で炒める。焼き上がった鮭の皮を取り、骨を取って身を大きめにほぐす。皮は食う。うまい。おにぎりを握るときはラップで握る派。それだと手につかなくて握りやすいからね。続いてイクラ。イクラはたっぷりと。最後に海苔を巻いていけば、深夜の豚汁と鮭とイクラのおにぎりの完成。いただきます。うまい。豚汁の豚と、しっかり焦げ目のついたネギ。具はシンプルだがうまい。うん。これはどっちだ。うん、鮭か。でも一口目だから到達しなかった。うん、うん、うまい。うん、うますぎ謙信。ごちそうさまでした。うまかった。南極、南極、南極。最後までご視聴いただきありがとうございました。